き直し産婦人科ゆいクリニック島袋文です。今日はビタミン D が邪魔をしてしまう、ビタミン D を邪魔してしまう牛乳のその仕組み、どうして牛乳を取ると骨がもろくなるのか、骨折が増えるのかっていうことについて改めて説明したいと思います。でまずビタミン D っていうのは何かっていうことなんですけど、ビタミンには水に溶けるタイプのビタミンと、それから油に溶けるタイプのビタミンがあって、ビタミン D は油に溶けるタイプのビタミンで、骨を丈夫にするためにも大事なカルシウムのバランスを整えるのをね、手伝ってくれるっていうことで、すごく大事な栄養なんですね。で実はこの大事な栄養のビタミン D なんですけど、多くの人が不足だっていうことが分かってるんですね。でその不足を補うためには、もう日に当たるだけでね、うまく作られない人も多くって、サプリメントも使った方がいいかなっていうのがおすすめだったりします。でもう私も衝撃だったんですけど、中学生の息子、うちの息子がですね、毎日日に当たって体育もしっかりして、もう行き帰り学校に行くのにも15分以上外にいるにもかかわらず、血液中のビタミン D 調べてみたら足りなかったっていうことで、やっぱりなんかこう、そう、栄養も結構気をつけてるはずなんですけどね。ということでビタミン D 結構大事なんだけど足りない人が多い。でしかもこのビタミン D の働きなんですけれど、ちょっと詳しく説明するとですね、カルシウムの吸収に必要なタンパク質を増やしてくれて、で腸からのカルシウムの吸収を高めてくれるということですね。でそれから血液中のカルシウムを骨へ運んで、カルシウムが骨にくっついて丈夫な骨や歯を作るのにも大事です。それからカルシウムの濃度をちょうどいい濃度に保つ、そのためにもビタミン D の働きが大事なんですね。であと骨を丈夫にするためにはカルシウムだけじゃなくて、ビタミン D やマグネシウムも取る必要があるということで、このビタミン D すごい大事ですよということです。でビタミン D のすごいところではですね、その骨を丈夫にするっていうだけじゃなくって、実は免疫力にすごい関係してる、あとは妊婦さんや子供にもものすごい大事だってことが分かってるんですね。で妊娠した人にもすごい大事なのがビタミン D ということです。でまたですね、その免疫力っていうところでは、大腸がんや乳がんとかもですね、ビタミン D がその病気にならないように防いでくれるんじゃないかとか、あと高血圧、心疾患、脳卒中、糖尿病、生活習慣病ですね、あと認知症やうつの予防、こういったのにも大事だと。あとはですね、インフルエンザ、今だとコロナウイルス感染症もなんですけどとか、アトピー性皮膚炎にもビタミン D がプラス病気を防いでくれる効果、予防の効果があるんじゃないかっていう報告があったりします。で、ですね、あと外科手術の感染症のリスクを下げてくれるとか、あとビタミン D 濃度が、血中濃度が高い方がアレルギーのリスクが低くなるということで、ビタミン D しっかりとってると花粉症が減るなんていうね、お話もあったりします。で、がんのリスク、うつのリスクが減る、あとはビタミン D が不足すると小腸の順応が短くなって栄養吸収が邪魔されちゃうということで、ビタミン D をしっかりとっている方が栄養がちゃんと腸から吸収されるということですね。であとがんの再発率を下げるということで、がんを患ったことある人はビタミン D をしっかりとるっていうのもすごくおすすめです。であと実際にね、さっきうちの息子が足りなかったっていうところなんですけど、ゆいクリニックのスタッフ30代から50代の女性スタッフ25名中ですね、ビタミン D が足りてる濃度っていう40から50ぐらいあったっていうのはたったの3名のみですね。で私はビタミン D サプリでガンガンに取ってて、それでビタミン D は充足してたっていう、毎日散歩してるんですけどね、15分ぐらい、やっぱこれだけじゃ足りないんじゃないかなっていうところですね。でサプリメントで取る推奨量としては、1000から5000ぐらいの間で、その人の状況に合わせて少ししっかり日に当たってる人も取っておいた方がいいかなというふうに思います。ここまでがちょっとビタミン D の説明なんですけれど、その動物性タンパク質とか、あとカルシウムっていうのがビタミン D を邪魔してしまうんだよっていうところがあって、で乳製品取らない方が骨が丈夫になるんじゃないかっていうところでですね、牛乳や乳製品っていうのは動物性タンパクとカルシウムが非常に豊富な食べ物なわけですね。その動物性タンパク、カルシウムがたくさん含まれている牛乳、乳製品を取ることでビタミン D の働きを邪魔してしまうと
ということになるわけです。なので丈夫な骨や歯を作るために牛乳を飲みましょうってたくさん宣伝されているんですけれど、まあ、実はですね、統計データとして牛乳乳製品をたくさん取っている国の人の方が骨折率が高かったり骨の健康状態が悪いっていう報告があるわけです。で、この仕組みなんですけど、動物性タンパク質っていうのはどうしてその骨を丈夫にしない骨折が増えてしまうのかっていうところなんですけど、まあ、動物性タンパク質を取るとですね、体の中の酸の量が増えてしまうっていうことなんですね。で、酸性度が増すっていうことなんです。で、体はもともとですね、弱アルカリ性の状態にあるので、体の血液とかがですね、酸性に傾かないように、その過剰な酸を抑えようとするわけです。で、酸を中和するためには、体はカルシウムを使うんですね。で、カルシウムっていうのは、酸を中和するのにとっても効果的な塩基っていうものを作用させるということです。で、それによってですね、カルシウムが使われてしまって、酸を中和するためのカルシウムがどこから使われるかっていうと、骨から引き出されてしまうわけですね。ということで、骨のカルシウムが減ってしまって、骨が弱って、で、骨折の危険が増してしまうということになるわけです。で、動物性タンパク質が代謝によって酸を増やしてカルシウムを骨から引き出すときには同時に尿中のカルシウム量が増えるんですね。ということで研究データでは尿中のカルシウムの量の変化を見てですね、カルシウムが骨から奪われちゃってるかどうかっていうのを調べることができるよということで、動物性タンパクを増やすと尿中カルシウム量が増えたっていう報告とかもたくさん挙げられていたりします。で、強い骨づくりのためにカルシウムを取るのに牛乳を飲みましょうと自分も散々言われてきて、乳製品は体を丈夫にするって信じて子どもたちにもね、牛乳とか飲ませてたんですけれど、まあ、極端なカルシウムをたくさん取り続けていると実はカルシウムをコントロールする能力も低くなってしまうということで、カルシウムをコントロールするためには血液中からどれだけカルシウムを吸収するか、そしてどれだけ体の外に出していくか、どれだけ骨に分配するかっていうのを調整するのにビタミン D が働いてるんですね。で、このビタミン D っていうのは、まあ、紫外線を浴びて作られるホルモンなんだけど、まあ、とっても多すぎるカルシウムを長期にわたって取り続けると ビタミン D がですね、カルシウムをコントロールする能力を失ってしまう可能性があるということで、やっぱり取りすぎが良くないってところですね。で、じゃあなんでカルシウム取りすぎの乳製品がいいって宣伝されてるのかっていうところなんですけど、こういう研究報告っていうのは、まあ最初に牛乳取り始めた時に分からなかった。また、乳製品、今の牛乳がね、絞りたての草を食べてる牛さんから取った牛乳じゃないので、それ自体もやっぱりすごく酸化してたり体に負担のある食べ物になってる。なんだけど乳業業界っていうのはやっぱりそこで利益を得るわけですね。だからそれで牛乳は体に良くないって、例えば給食から牛乳が一切なくなるとかね、みんなが牛乳を飲まなくなったら牛乳業界は困るわけですよね。で、そういうことで牛乳って体に良くないよっていうような話が出た、一生懸命それを打ち消したり、本当にたくさん宣伝して牛乳は体にいいんだっていっぱい宣伝してるというところなんです。なので私たちはそういった一般的に広告で出ない情報を取りに行かないといけない。で、自分も知らなかったっていうの、本当数年前まで知らなかったっていうところだったんで、本当にアンテナを張って聞いた時に自分で、あ、そうかっていうふうにね、学んでいかないといけないかなと思います。で、牛乳が体に良くないよっていうのはね、またコラムと YouTube で上げてるので、そちらもぜひ見てもらいたいんですけど、で、まあ、この骨をじゃあ丈夫に保つために、骨粗しょう症、骨がもろくなっていかないようにするためにどうしたらいいかっていうと、まあ、10代のうちにしっかり栄養をとって運動をして骨の密度を最大限に上げていくってことは大事なんですね。なので子供のうちにね、ダイエットと称してちゃんと栄養をとってないと将来骨粗しょう症になってしまうリスクが高くなると。で、10代からちゃんと栄養をとってなかったし運動してなかったっていう人でも、もう何歳からでも
やらないよりももう挽回できますので、もうとにかく知った今すぐ始めましょうということで、運動に関してこちらの方のコラムにも上げているので、ぜひこちらも見てください。あと栄養に関してなんですけど、骨のために大切な栄養っていうのはカルシウムだけじゃなくて、マグネシウムとか、それからタンパク質とかいろいろ栄養が必要なんですけど、まあマグネシウム取るにはゆいクリニックではにがりをおすすめしてるんですね。こちらでにがりについて説明してるので、よかったらこちらのコラムも見てください。あとですね、砂糖がカルシウムを体から奪ってしまうので、砂糖や白米、小麦など精製された炭水化物は取らないようにするということで、白砂糖についてこちらで挙げているので、ぜひこちらのコラムも勉強してみてください。あと加工された化学臭を避けるっていうのもとっても大事で、加工品をやっぱりなるべく避けた方がいいですね。美味しいんですけど、ポテトチップスとかインスタントラーメンとか、あとちくわとかね、そういったのも避けた方がいいってところですね。で、まあ骨粗鬆症にならないように乳製品を取らないでということで、前にもねこういったコラム上げてるので、こちらの方もよかったら見てみてください。で、骨粗鬆症対策についてもこちらで説明上げてるので、また見てもらえたらなと思います。で、動物性のタンパク質の摂りすぎは、まあ、健康に良くないってところで、肉体にあんまり良くないんだよっていうのを分かりやすい説明こちらで上げてますので、こちらの動画とかねコラムもぜひ見てください。じゃあカルシウムどうやって取るのっていうところでは、乳製品ではなくって野菜とか、あと海藻類とかね、あと大豆とか、こういった植物性の食品から取るっていうのは非常におすすめです。なので、まああとはですね、タンパク質はじゃあどういうものを取ったらいいかっていうのをこちらの方のコラムにも上げてます。であとですね、リンも骨を丈夫するの大事なんですけど、実はリン取りすぎな人が多いんですね。なのでリンについての説明はこちらで挙げてますので、ぜひ見てみてください。で、ビタミン D についてはね、いろいろ今日も説明してますけど、こちらの方のコラムの方と動画の方でも説明してるので、見てもらえるといいかなと思います。で、ビタミン D なんですけれど、検査することができるんですね、血液で。で、実際に足りてるのかどうかって血液中のビタミン D を検査する自費でですね、3000円ちょっとかかるんで、ちょっと高めな検査ではあるんですけど、すごく有用かなと思います。やっぱりビタミン D すごい体に大事なので、足りないってことを認識したら、しっかりそれを食事と、それからまあできればもうサプリも補っちゃった方がいいかなっていうぐらいビタミン D 大事なので、サプリメントなどでね取っていくっていうのもいいんじゃないかなと思います。あとおすすめ食材として切り干し大根、それから干し椎茸、この辺なんかもですね、骨を成仏するのにすごくいい食材、ビタミン D 豊富な干し椎茸、切り干し大根、ぜひ取ってみてください。以上ですね、乳製品っていうのがビタミン D を邪魔して、牛乳を取るとカルシウムも体のバランスもおかしくして、骨が脆くなって骨折が増えちゃう可能性があるよっていうことで、その仕組みについて、たくさんのタンパク質を取ったり、過剰なカルシウムっていうのは体の中のバランスを崩しちゃうんだよっていう仕組みを説明させてもらいました。ありがとうございました。